それでは始めていきます。フーディニ 18.5 キネフェックスアドバンスということで、前回第7回インディーゾーンカフェのベーシックに引き続き、キネフェックスの機能につきましてご紹介させていただきます。本日のゴールとしましては、最終的にこのようなアニメーションをキャラクターに対して適用していきます。で、こちらはそのキャラクターをレンダリングした結果になります。こちら本日のアジェンダになります。まずはじめに、リグとスキンの出力ということで、リグ付きのキャラクターモデルを FBX ファイルとして書き出す、出力する方法や、ファイルとして出力する際に必要となるアトリビュートにつきまして、いくつかございますので、ご紹介させていただきます。二つ目に、リターゲットになります。こちらは、一回出力したデータの読み込み方から、ご紹介させていただきます。で、今回はですね、外部からすでにアニメーションが適用されたリグデータを読み込んで、それをフーディニ上で作成したリグに対して適用させていくという形を取りたいと思います。その過程でリグマッチポーズであったり、マップポイントといった機能を用いていきます。3つ目にリグに対してコリジョンを設定していきます。今回は例としてキャラクターの足と床面に対して、コリジョンの設定をですね、KineFX のボックノードを用いて行っていきます。で、最後に手付けでアニメーションを設定する場合に備えて、リグアセット、リグの設定をご紹介させていただいております。そちらもまたおさらいを兼ねてですね、具体的にどのようなパラメータを抜き出していくと良いかというところも HDA を実際に作成しながらですね、ご紹介させていただければと思います。早速ですが、リグとスキンの出力からご紹介をさせていただきます。前回の内容でも触れているのですが、KineFX を用いてキャラクターをこう動かしていく上で、キャラクターのデフォームには3つのデータが必要になるということをお話しいたしました。で、その3つのデータというのが、キャプチャージオメトリー、ベストスケルトン、デフォームスケルトン、この3つになります。キャプチャージオメトリーというのが、デフォームをするキャラクターそのもののデータになります。ベストスケルトンは、スケルトのデフォルトの状態、ジョイントの移動を行う前のデータになります。デフォームスケルトンというのは、レストスケルトンに対して制御ポイントを与えたり、何か変形を加えた状態のデータを意味しています。で、この3つのデータの中で特に重要になってくるのが、キャプチャージオメトリー、ボーンキャプチャーリージョンとボーンキャプチャーウェイトというアトリビュートがあるんですが、この2つのアトリビュートがアニメーションさせる上で必要になってきます。こちら前回のデータなのですが、実際にジオメトリスプレッドシートを見てみるとですね、このボーンキャプチャーリージョンとボーンキャプチャーウェイトというアトリビュートは、このボーンキャプチャーラインズ、前回ご紹介しましたが、元のスケルトン、これを描画してあげて、この状態からキャプチャーを行う上で必要なアトリビュートを加えつつ、カーブからポリラインに変換するためのノードとして、ここでは用意されています。このボーンキャプチャーラインズソップを使用して生成されたアトリビュートを、今度テッドコンファームソップを用いて、このメッシュに対してトランスファーするような形になります。で、このメッシュに対してトランスファーされたアトリビュートを用いて、このメッシュの可動域というのを決めていきます。で、そのためにボーンキャプチャーバイハーモニックソップを追加したり、さらに柔軟な動きを与えるためにですね、こうペイントをしたりといった処理をここでは追加しています。ですので、ここで追加されたアトリビュートになります。で、このアトリビュート、それぞれですね、ボーンキャプチャーリージョンがメッシュあるいはポイントが影響を受けるジョイントの、名前が格納されたアトリビュート。ボーンキャプチャーウェイトというのが、そのメッシュが追従する度合いを決めるアトリビュート。になります。このアトリビュートが存在しない場合というのは、エラーやモデルが変形しないなどの問題が実際に起きます。例えばですね、すでにこちらでは書き出しを先に行ってしまっているんですが、キャプチャージオメトリーとレストスケルトンとデフォームスケルトンをそれぞれ別々の FBX データとして書き出した場合なんですけども、その場合は LOPFBX Output というソップノードがありまして、これを使ってですね、このメッシュのデータとスケルトン2つを書き出すわけです。
で、この書き出したデータを再度ですね、読み込んでみるとですね、キャプチャージオメトリに対して先ほどのボーンキャプチャーアトリビュートというのがついてこない形になってます。ボーンキャプチャーアトリビュートというのがボーンデフォームソップでデフォームを与えるときに必要になってくるので、これを接続するとですね、エラーが出てきます。で、これを回避するためにはですね、ロップ FBX キャラクターアウトプットというノードがあります。で、このノードは、キャラクターのリグとジオメトリーを意識をまとめて一つの FBX として書き出してくれるアウトプットノードになります。出力の際にデータをまとめて出力するためのノードというのは、現在のバージョンでは ロップ FBX キャラクターアウトプットのみになっています。で、これ以外の書き出しの仕方で、正確にアトリビュートを出力できるものとなると、フーディニーのキャッシュジオメトリーとして出力することであれば、これ1個ずつをですね、別々のファイルとして出力することはできます。ですが、ここでは先ほどの ロップ FBX キャラクターアウトプットを使って出力をします。で、使い方はですね、ボーンデフォームソップと同じで、入力するデータも、この名前が少し違うだけで、必要なデータにつきましては変わりがありません。順番につないでいただいて、で、一つクリップレンジが、use clip info detail attribute というモードになっているので、これをレンダーカレントフレームに切り替えてあげます。ここだけ普通のロップノードともしかしたら違うかもしれません。通常のロップノードはですね、デフォルトでレンダーカレントフレームにあらかじめ設定されるので、気づかずにアウトプットしようとするとエラーになってしまうので、ここだけ切り替えておいてください。アウトプット FBX ファイル、こちらは choose ファイルオペレーターを開いていただいて、出力場所を指定します。で、ここではですね、ジオというファイルを用意しておいて、そこにですね、out.fbx というファイルの名前でこのデータ一式を書き出そうと思います。この状態で Save to Disk を押します。で、そうするとですね、先ほど指定した JO フォルダーの中に out というファイルが書き出されてまして、これで FBX の出力リグとキャプチャージオメトリーをまとめて出力することはできます。アトリビュートも保持された状態で出てきます。次にですね、リターゲットを行っていきます。リターゲットを行う工程というのは、大きく分けて、インポート、フーディニー上で組んだリグと、外部から取ってきたアニメーション付きのリグを、マッチさせていくというところ、そして、そのデータを使ってキャラクターをデフォームするという、この3段階に分かれています。で、今回外部からアニメーション付きのリグを読み込んできますが、そのリグはですね、ミキサモというライブラリーから取ってきています。後ほど読み込むんですが、このようなアニメーション付きのリグのみが FBX ファイルとして出てきます。では、早速設定を行っていきます。オブジェクト階層に戻りまして、ここでジオメトリーノードをもう一つ作ります。本日の作業はですね、こちらの Geo1 というノードの中で、基本的には行っていきます。で、名前をですね、リターゲットと、ここでは変えておきます。で、このノードの中に入ります。リグ付きのファイルを読み込むときはですね、キャラクターと打っていただくと、関連ノードがいくつか候補として上がってくるんですが、FBX キャラクターインポート。このノードを、先ほど出力したようなリグ付きのデータを読み込んでくる際にですね、使用することができます。で、一方でですね、アニメーション付きの FBX ファイルっていうのは、ボーンキャプチャーアトリビュートをあらかじめ持っていないので、3つのアウトプットであったり、入力を使用する必要がありません。ですので、FBX アニメーションインポートというソップノードを使って、外部からデータをここでは取っていきたいと思います。で、まず、先ほど出力した FBX ファイルを読み込んでいきます。Choose ファイルオペレーターを開き、out.fbx を選択します。で、この後デフォームを行っていく際にですね、結果がどのように反映されているかを確認するために、ボーンデフォームソップは先に繋いでおくことをお勧めします。リグポーズソップを追加します。このデフォーム
スケルトンのネットワークに対してリグポーズソップをつないであげて、シーンビュー上のショーハンドルを有効にした状態で、移動させたいジョイントをですね、クリックしてハンドル操作してあげると、きちんとついてきていることがわかります。変更を元に戻したい場合はですね、リグポーズソップの×ボタンを押すと解除されます。こちらも前回のおさらいですけども、この一番右側がデフォームの情報データを与えるネットワークになります。FBX インポートにもですね、外部から取得したデータを読み込みます。同じく FBX ファイルの choose ファイルオペレーターを開き、ここではミキサモの wave hip hop dance というデータが、ライブラリデータがありますので、これを選択して読み込んでいきます。デフォルトで読み込んだ際に、ご覧いただくとお分かりいただけるようにですね、かなりデフォルトのスケルトンのデータが小さいですね。適用させたいジオメトリというのがこれぐらいのサイズなので、トランスフォームソップを追加してあげて、ユニフォームスケールをですね、100倍してあげると同じぐらいのサイズになります。で、この下にですね、リグポーズ、リグマッチポーズというソップがあります。これを追加してください。FBX キャラクターインポートのアニメイティドポーズから第一入力、トランスフォームのアウトプットから第二入力、でそしてターゲットスケルトン、第一出力からボンデフォーム1に接続を行います。でそうするとですね、このショーハンドルツールを表示した状態なんですけども、このような表示がされます。リグマッチポーズソップというのが入力された2つのスケルトンのポーズを一致させるためのモードになります。で先ほどご覧いただいたようにですね、青いリグというのがアニメーション付きの外から取ってきたデータです。で緑の方がフーディニ上で組んだベースのリグになります。で設定方法はアニメーションリグのジョイントをベースのジョイントに合わせる形になります。なので基本的にシーンビュー上での操作はこの青い方のリグをハンドルツールを使うことで位置を合わせていくという形になります。でこちらの合わせる作業なんですけど、これは自動では行うことができないので、シーンビュー上で手作業でこうずらして合わせていく形になります。まず重心の位置、これを先に合わせておいた方が良いかと思います。せっかく合わせたのにですね、重心をずらしてしまうと全てがずれてしまうので、まずこちらで大まかな位置というのを決めてあげた上で合わせていくという方法を取った方が良いかと思います。早速合わせていきます。今回に関しては自動でアニメーションのリグを設定しています。なので関節の位置であったり数であったりベースで組んだリグと違う場合があります。ですので極力合わせていく形で調整を行っています。これでベースのリグに対してアニメーションリグを合わせることができました。続いてこの下にマップポイントソップを追加します。第一入力、第二入力ともに接続をし、マップポイントのターゲットスケルトンを再びボーンデフォームソップに接続します。マップポイントソップはソースポイントのアトリビュートをターゲットポイントに対して格納するためのノードになります。そのため、対応するジョイントをですね、シーンビュー上で一致させていく作業が必要になってきます。まずマップポイントソップを選択し、ターゲット該当オフセットの値を1に設定し、スケルトンを少しずらしてあげます。この状態でシーンビュー上で、例えば頭を動かすためのジョイントをベースのジョイントに対して一致させていきます。同じ要領で、マウスの左クリックでつなげていきます。そうすると、対応するジョイントがですね、自動でこちらに追加されていくのが確認できるかと思います。これで全ての対応するジョイントに対して接続を行うことができました。この状態で、フルボディ IK ソップを追加します。
接続の仕方は先ほどと同様につなぎます。第1入力、第2入力と第1出力をボーンデフォームソップに接続をします。この状態でタイムスライダーを動かすと、このような形でアニメーションリグに対してベースのリグがデフォームされる形になります。アニメーションさせた際にですね、少し浮いてしまっている部分というのが出てきてしまいます。これを修正するためにはですね、できる限りこのベースのリグとアニメーションのリグの位置をですね、できる限り正確に合わせておくという必要が出てきます。